か河原版のお時間です。キャスターの田尾香子です。今回は岐阜県飛騨市古川町をご紹介します。鯉の泳ぐ瀬戸川と白壁土蔵。平成16年2月に旧古川町など2町2村が合併して飛騨市が誕生しました。清らかな瀬戸川に沿って白壁土蔵や出格子の町屋が並ぶ風情ある町並み。瀬戸川は川といっても水路のような幅の狭い川です。鯉が1000匹放流されています。飛騨古川の町並みの雰囲気に初めて接した時感じたのは、どこか懐かしいという思いでした。飛騨高山に似せて作られ、双子の町と呼ばれている町並みです。高山市より規模の小さい町ですが、静かな中で散策を楽しむことができます。お近くにお寄りの説は一度お越しになられてはいかがでしょうか。今回は岐阜県飛騨市古川町をご案内しました。ご意見、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。それでは失礼いたします。